ゲッチャは1995年に神戸で結成されたロックバンド。阪神、淡路大震災で傷ついた人々、街を音楽で勇気づけたいという思いから、自らの自宅も全開したボーカルの春名慎太郎を中心に結成。メンバーは、ベースの長尾義文、ギターの安井秀俊、ドラムの立川哲也の4名。以後、関西を中心に活動を行っている。 作品の多くは恋愛をテーマにしたものが多いが、山陽電鉄や東、二見、淡路島、スマウラなど地元と関係が深い鉄道や地名が曲名や歌詞に登場する。2003年7月にインディーズレーベルよりセカンドアルバム、エクスクラメーションで全国デビュー。収録曲のファイトが第85回全国高校野球選手権。 兵庫大会の録画中継番組の主題歌に永遠がエンディング曲に起用される。また2004年には同局放送の神戸祭りスペシャル番組のテーマ曲に 3C5 が起用される。2015年、山陽電車とのコラボ曲、それゆけ、三電をシングルリリース。山陽電鉄協力のもと、それゆけ、三電のミュージックビデオを遠賀島駅で撮影した。 同曲はジョイサウンドから本人映像でカラオケ配信がされている。2018年7月にシンガーソングライターで作曲家のなるせひでをプロデューサーに迎え、シングル、神戸ベイブルースをリリース。2019年10月20日、兵庫県芦屋市のアシアルナホールにおいて初となるホールワンマンライブを開催。満員の観客を集め成功を収めた。神戸市出身。 血液型は B 型。神戸市出身。血液型は O 型。神戸市出身。血液型は O 型。立川哲也、サポートドラム、神戸市出身。血液型は A 型。2019年2020年9月4枚目となるアルバム、ソーリーホビーイングアウトオブシーズンをリリース。2021年。ありがとうございます。